昨日実は美濃のもみじ祭り来たんですよって分厚いもみじの形をしたクッキーみたいなのをくれたんですね。でも天ぷらで揚げてそれを食べてみると、ね、ランチいかがですか。薄いもみじが1枚入ってただけでした。ランチは食事いかがですか。気持ちは楽しいですけどね。あのもみじの何倍ものでっかいもみじ天ぷらって言うんでしょうかね。まああれはもう仕込みが大変だそうです。塩の水に漬け込んでね、そしてあれが食べれるようになるためにね、いろんな一手間を加える。そんな食べ物を作るだけでも大変なのに、皆さん私たち人間って簡単にね、猿から進化したとかそんなレベルではなくて、皆さん神が私たちを作られた。創世記第一章、聖書の1ページ目を見ると、初めに神が天と地を作られたっていうんですね。皆さん聖書の1ページ目はそこから始めるんですよ。初めに。同志社大学を作られた新島城という方は、その聖書の1ページ目を見て開いて直感的に神はいると、そうクリスチャンになって言われていますが、今日皆さんどうですか。初めに神が世界を作り、あなたを作られた。最初人間じゃないんですよね。最初人間が住むために必要なそういう環境を作られ、そして人間が住むために必要な環境ができた時に私たち人間が作られた。神の愛、どうぞ美しいこのもみじを見ながら、この青空を見ながら神の素晴らしさを見るとともに、私たちを作られた神の愛、今日皆様にお届けいたします。イエス・キリストはあなたの救い主です。神の一人がイエス・キリスト、この方を皆様にお届けしたいと思います。神は私たちを引き上げてください。立ち止まっていただいてありがとうございます。今皆様にキリストの愛お届けしながら、またカードの作りお伝えしております。綺麗な白髪の奥様もですね、まあ、これから白髪になる奥様もやっぱりあるんですよね。綺麗な白髪、ちょっと嫌やな。白髪は白髪で美しい。また頭がハゲてたらそれも美しい。ふさふさしてても美しい。ひげが生えても美しい。神様は私たち人間それぞれ一人一人に最高の存在として作られました。私の心と魂が疲れて傷ついても
ドームの下行ってびっくりしました。小さい声で喋ってでっかい声でね、あれなマイクがついてるんですかね、あそう反響ですよね、ちょっとだけでねでっかい声でね、おかしいなって思ったんですけど、まあこれはね誰かが発明したというよりもきっとあの円形劇場っていう小さな声で大きく聞こえるあれもですね誰かの真似です。皆さんそういう天然のね円形劇場みたいなそのドームみたいな場所のねイスラエルという、まあ、今紛争地になってしまっていますけれどその地にあるんですよね。いや神様の知恵ってすごいです。まあ、今だったら100万人でもね200万人だってね音響で届けられるんです。皆さんイエス様の愛をあなたにお届けいたします。かつてガリラヤ湖でキリストの愛が届けられたように、
Jesus loves you.